皆さんこんにちは、スルベイです。まあ現在ビンゴアリーナイベントが行われております。ね、前回の動画にて1キャラのみですけれども、表ステージをクリアしましたよというね動画をアップしていたと思うんですけれども、ね、実質はまあそのキャラクターが最後でね、3キャラともに表のステージをクリアすることができました。引き続きまして今度はね、裏ビンゴアリーナ、ね、裏の方のねステージ遊んでいきたいと思います。まあ本来はダメージを競う内容となっているんですけれども、まあ私はダメージよりも100億ダメージ出すことね、報酬の発生する100億ダメージを出すことを狙いとしているのでね、もうそのダメージ出した時点でまあ満足です。まあそっちの方、そのノルマ、その100億ダメージっていうノルマを目標にまあ進めていこうと思います。まあ今回ちょっと挑むデッキっていうのがね、まあこんな感じです。2敗してるんですよね、裏冒険クエで。メンバーさんが落とされて、ね、2回ちょっと落とされたのでね、さすがにデッキをちょっといじったりしてね、今風になりました。で今回はスペースエコロさんが相手となります。で加えるキャラクターは、私は芸術アカニでねのみね、芸術アカでのみ星7にすることができているアルティメットマドガーさん、ね、こちらを入れます。まあ回復 5% あるのもあるんだけどね、毎ターン 5% の回復、攻撃 5.2 倍に体力 3.5 倍、そして黄色ぷよか赤ぷよを消した場合にね、スキル発動ぷよ数5個減らす、ね、味方全体のな、まあ何かと整った内容っていうこともあります。でスキルの方は2ターンの間2属性攻撃以上の同時攻撃で味方全体の攻撃力を 4.8 倍にする。まあこの 4.8 倍という数字でも十分に、あこっちか、あこっちでも一緒か、 4.8 倍という数字でも十分に強いんだけれどね、問題はその後です。ネクストピオの色数が1の場合、倍率を 50% アップする、ここの部分です。まあネクストピオをね一つにするためにね、あえて漁師シリーズ連れてきてます。ね、8番に加えてます。で、この子のね、漁師シリーズのスキルを発動した上で、まどかさんのね、スキルを発動するとなると、この上にある 4.8 倍の数字に 50% 分の倍率がね、プラスされることになるので、ね、4.8 倍プラス 2.4 倍ということで、まあ 7.2 倍まで上がります。まあ、そのこともあるのでね、まあ、今回そういう組み合わせになりました。ね、で、あと連鎖の種に変える効果。ね、まあ、できればこの子のスキル使った後に、最初に使うべきかな。いや、また、ミラチャミさん使った後に、だな、順番的に。9、アルマドさん、そして、まあそうね、6、8って使うかな。その順番じゃないとね。あ、どっちでもいいのか。連鎖の種同士だからどっちでもいいのか。それは。まあ、まあそこはちょっと遊びながらちょっとやっていくとしましょう。まあそういうことでね、この子を加えます。まあ今回も前回のビンゴアリーナ同様にね、スライドデッキを作っているので、そちらを根元に進めていくとします。まあまだまだ慣れないけれどね。まあ、ランマウィッチさんたくさんなぞれるから、こういう時助かります。まあ赤か黄色を消したら、ね、加速っていうのもあるしね。ランマンウィッチさんもまあ青消したら加速だから、割と消すことによって加速するパターンっていうのは広がったりする。
まあ、どの道にね、まだたくさん降らしてくるもんね、それ。プリズムボールやたらたくさん降らしてくるわね。妨害もいいところ。しかも強制的になんか色変えられないのよね、それ。プリズムボール降らせるってなったら。そこがね、なんとも厄介なところでございます。ああ、よかった。とりあえず結構消したぞ。よしよし、チャンスピオか。まだ。いや、待って。まあ、関係ない色をとりあえず消しとこう。あればその色を消したいんだけどね。黄色は関係ないね。赤って。まあ青は関係ある。かかりすぎやろ。全然スキル溜まってくんない。ちょっと待って、かかりすぎ。いや、思った以上にかかりすぎたから。なんとかならないかな。だってね、いつまでたってもアルティメットマドカーさんスキル発動できなかったんだもん。いや、ここまでかかるのもちょっと異常だと思いますよ。色ぴょ家族があって、やたらプリズムボールが邪魔ってのは分かりました。まあ、むしろそういったカードの方が早かったりするのかなとも思っちゃうね。でも持ってないのよ、そのプリズム家族っていうカードも中にはあるじゃないですか。まあゲームの中でそんなにたくさん種類ないけど、でもやたらこんなに降らせてくるとね、そういうカードの方が早いんじゃないかなっていう考えてしまうんですね。もう邪魔ばっかりするもん。もうやだこの人。人でもないけど。まあその色さえ消せればね、チャンスピューも。よしよし。せめてダメージをね、ランキング内容ならもうちょっと倒しやすい内容にしてほしいもんだ。こっちがやられてたんじゃね。苦労するよ、ほんと。
だってアルマド3発できれば大きいんだけどな。よし、黄色。そこで発動しましょうね。まあもう一段階あるけどね、今はちょっとぷよ消しでちょっとね、こう加速狙いたい段階だ。まあどの道メンバーが切り替わった後もそのアルティメットマドカさん残りますからね。だからそっちで貯めてもいいです。よし、少し貯めた。でももう一段階あるキャラもいるから、そこハート消して、うん、こうか。今回割と消せた方じゃない？今回は。よし、この時を待ってた。でこれでまあ入れ替えます。まあ右を5回。加速が、黄色か赤、黄色か赤を押したら加速。うん、でもこうするか。上を消す。123、ここか。どっちかなと思った。黄色だと。数数えたらそれだけ6個だと。2つ余る。赤消しても加速だからな。スケトウダラさんだな、まずは。よし、怖い怖い。でも一回タフネスかかるからな。振っていくので緑も消えて赤も残る。どうにか生き延びてくれた。タフネスかかるからですね、そこは安心できる。あ、ダメか、無属性攻撃あるから。あれが来たらアウトだ。タフネスあった、怖い怖い。あ、でも一回守ってくれたな、よかった。そうか、よかった、ちゃんと効果あったんだな。ここ消した方がいいか。その時の場面の運にもよるから難しい。うん、まあ使いましょう、そこは。ちょっとバクチだったな、今の。怖かった。割合ダメ。もう少しなんだけどね。うん、違う。いやもうね、時間のことが気になってさ。うん、やっとスキル溜まった。待ってたわ。全員のスキル発動するまで持つかな。それが怖い。
いらんいらんいらん、いらないときにもう発動せんでくれもう。うん、こうか。ここでね、もう一回チャンスピード発動するために必要なんです。どうだろう、いくかな。どうかい、タイムアップ。ここでタイムアップ。どれ、一十百千万十万百万千万一億。お、100億、どうにか突破した、どうにか突破した。あー怖かったね、ほんといっぱいいっぱいやったからね、時間いっぱいいっぱいまでかかった。うん、いやーこれ大変だわ。これを3キャラでやらないかんのか。まあとりあえず報酬は全部もらいましたけどね、このキャラについて。多分100、また100億でしょこれ。100億じゃないと怒りますよ苦労したんだからいっぱいいっぱいまで時間かけて苦労したんだからうん、どれ、100億だ。まあ100億っぽいな。うん、あ、全部遡っとるじゃん。遡ってたら100億かどうかわからん。あ、一番上ね、ちゃんと黒になってる。よかった。あー、もう怖かったよこれ。まあ半ばね、盤面に救われたところもあったと思うんですよね、あれ。ああよかったよかった。うん。また心臓に悪いね。さて、これで一つね、一人はクリアすることができました。他のキャラクターでもね、同じように挑戦していきたいと思います。それではご清聴どうもありがとうございました。